さあ、そしてね、私たちが何食べるんだってことになります。でね、もう一回復習しますよ。髪だって皮膚だって爪だって脳だって心臓だって肝臓だって腎臓だって食べたものの栄養によって作られるんです。根性だけでは作れませんでしょ。そうするとね、心と体の健康という意識からいかなきゃダメなんだってことになりますから。さあ、そしてね、この辺はちょっと飛ばしますよ。あのね、本当にね、不健康で病気という悲劇の一つは、食べ物に含まれる栄養物質が自分を作るんだっていう基本を知らなかったか学ばなかったか無視したかどっちかなんですよ。何度も食べればいいんだ。あのね、こういう人がいますよ、時々。本当に自分が食べたいものはね、必要なものは食べたいって欲するはずだから自然に任せておけばいいの。こういうタバコという人がいるんです。そんなのは仙人みたく、もうね、本当に研ぎ澄まされた人だけの話です。普通あのね、マック食べてたらマック美味しいんだから、これ以上ないぐらい美味しいんだから。僕今さっき司会やった娘がいますよね。あの娘がね、6歳ぐらいの頃、お正月にね、あのみんな寝てる最中にお正月にね、2日の日起きてね、それでね、正月だな、マックでも買ってきてやるかって初めて買ってきたマクドナルド行ってたまには食べてやろうって買ってきて、そしたら起きたのね、起きてね、でね、食べるって言ったらね、何とかってこうやる時にね、変な匂いとか言うわけ、あの香りがね、それでマクって食べたらね、ブーンって吐き出したよ。すごい。ダーッてゴミ箱で捨てられた。あ、やっぱりダメなの。あれ食べ慣れてる人はみんな美味しいから。で、皆さんどっち？美味しい人？美味しい。だから食べ慣れてる人に食べちゃダメだよって言っても美味しいんだからね。だから意識を転換させて味覚変えなきゃいけないから。だからお子さんたちにそういう指導してくださいよ。そんなもの食べちゃダメだよって言うだけだと。せやってなっちゃうからね、って身内同士でヤクザにならなきゃいけないので身内の戦いはやめましょうね。あのね、身内が一番大切なんだから、あのね、命令しないことね、支配しないことね。だからちゃんとこうした方がいいと思うんだとかって、で昔からこんなこと言っててごめんねとかってちゃんとね、和解してくださいよ。あのね、家の中一番大事ですから、家の中にね、味方がいないとね、はい、この人がね、はい、あのね、とにかく体中全部食べたものでできてるんです。で、知っててください、ワンちゃんだって猫ちゃんだって食べ物次第ですから。食べ物悪かったら毛並みなんか良くなりませんから、絶対に。というね、この簡単なことは人間も同じです。あのね、人間のすべての能力に影響します。すべての能力です。今フェイスブックでね、京都大学の人がね、発達障害に関してどう思うかってきてるから、栄養が足りない、それ以外のことはもちろんあるだろうけど、まず第一に栄養が足りない。そんなバカなことがあんのかみたいな話なんですよ。はい、さあ、でね、赤ちゃんね、あのね、お腹の中にいる時からお母さんが栄養をちゃんとやってた人と、なんとなく好きなようにって、あのね、人間と不思議だと思うのはね、なんとなくいい加減なものを食べてても赤ちゃんには必要なものだけ行くわけですよ。必要なものだけ行くようにちゃんと取り計らってくれてるんですね、自然はね。で、そのことの恐ろしさは何かっていうと、出産した後に母体は栄養何にも足んないから、どうにもならないぐらい足んないと、2ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらい末期がんですから。そういう若いお母さんいっぱいいるんですよ。そうすると産婦人科でもお腹の中にいる時から赤ちゃんの分も自分の分も食べるんだよって、栄養入れるんだよって教える必要があるじゃないですか。もうね、今の忘れもしません、小田原の人とね、電話が何回もあって、そしてね、じゃあ途中まで出ていきますから行きますよって言って、横浜で会った。
さあ、ね、奥さんがお子さん産んで4ヶ月目もう末期がん、そして何とかしなきゃいけないで、ね、糖質制限をしてこうしてああしてご飯食べちゃダメ、うどん食べちゃダメ、パン食べちゃダメでいろんなこと言い始めたらね、怒り始めちゃう。旦那が何食えばいいんだよってこと怒り始めちゃう。悲しい現実ですね。 OK、 そういうことなんですね、はい、今油のことを言いますけれども、その前にね、これは理解できると思うんですね。脳に必要なのは、脳のエネルギーは糖だ、お砂糖が必要なんだってずっと言われてきましたよね。で、言われてきていて、そして認知症の方たち、いろんな施設にいる方たちも含めてですよ、その患者さん、その方にご飯を食べさせない施設があるんだろうか。ないですよね。絶対食べ過ぎるぐらい食べてますよね、ご飯やパンやうどんもね。で、食べているこの糖がこの脳でこの中に入ってエネルギーを出さない、シグナルが伝達できないっていう状態なんでしょ。そうすると、あの糖尿病ってのはどういう意味ですか。糖尿病ってのは細胞があって、ここに糖が来てもこれを中に引き入れるためのインスリンっていうホルモンが出てきていれば、そしてここにインスリンレセプターがちゃんとここにあってキャッチして、ドアをパッて開いてこの糖を中に入れて、そしてエネルギーが出始めるわけですよね。で、この細胞の中だってカリウムやマグネシウムやビタミン B がなければちゃんとエネルギー出ませんよ。がん患者さんは糖が入ったらすぐに ATP で吐き出されちゃうとかわけですよね。で、糖尿病っていうのは糖がここまで来てるんだけれども、インスリンが来ないからこの糖が中に入れなくて尿で出てきちゃった話でしょ。だから食べてる割に力入んないってわけじゃないですか。それが一つね。そして今度はインスリンはあるのに糖が中に入って使えないって話ですよね。そう、2型糖尿病とかっていうでしょ。でね、皆さん何でだと思います。2型糖尿病って何でだと思います。僕の意見信用しないで聞いてくださいよ。あのね、この細胞の中と、中カリウムマグネシウム、外がナトリウムカルシウムね、この4つのミネラルバランスが整ってないとドアが開いたり閉じたりしないんですよ。ここが、これはドイツのドクターが25、6年前のノーベル賞ですよね。これが開いたり閉じたりしない。そうするとカリウム、マグネシウム、ナトリウム、カルシウムのバランスが悪かったら開いたり閉じたりできないじゃないですか。それが一つね。それからもう一つ、もう一つ、この細胞膜は何でできているのっていうと、タンパク質と油と半々、両方なきゃいけない。油も飽和脂肪酸とバターやラードの飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸のオメガの36が、これが半々でなきゃいけない。オメガの3が、あ、不飽和脂肪酸のオメガの3と6が半々でなきゃいけない。これが理想的な細胞膜ですよね。ところがこの人、電子レンジでチン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 やったらタンパク質はみんな L 型から D 型になっちゃって、これ使い物にならないでしょ、タンパク質。その使い物にならないタンパク質を使わざるを得なくてこれ使い始めた。油はサラダ油ばっかり食べてて、酸化しちゃったどうにもならない油ばっかりになってきて、ポテトチップ食べてっていう風にやってたら、この細胞膜がもうガチガチでもってこれ開きようがないじゃないですか。そうするとインスリンが出てきてたって糖は中に入れないから尿で出ちゃう。そうすると
基本的な食べ物をちゃんと食べて、これ代謝していかなきゃお話ダメなわけですよね。さあ認知症ね、認知症の場合に順天堂の白沢先生だとかいろんな先生が明らかにしているところから見ると、糖が来てもこの糖を中に入れるこのインスリンレセプターってやつね、インスリンをキャッチしたレセプターがこうやって正常細胞がこうやってあるわけですけど、これが認知症の方はね消えちゃってないらしいんですよ。でインスリンレセプターがないってどういうことですか。糖が来てもレセプターがないから細胞の中に入れられないってことでしょ。ところがこの状態でもってあのココナッツオイルを入れ始めたら、糖じゃないから関係ないからこれスッと中入っちゃうわけじゃないですか。でエネルギーが出始めていくから、そしたら時計を書かせたら1日目2日目3日目とちゃんと時計を思い出して今何時とか書き始めちゃったっていうのが、あのアメリカのやつを白沢先生が翻訳したところに出てくる本ですよね。だから油を入れてケトン体のエンジンにかけ始めていって、それが頭に入っていくと突然あ、マサアキなんて思い出すわけだよね。だから糖を入れることをやめてケトン体にした方がいいってことです。だから認知症にならない予防であっても、認知症の方でもそれを家族の方がねちょっと注意深く油を入れながらそして油を入れて中でエネルギーが出せるためのカリウムやマグネシウム、そしてビタミン B はね、これはねサプリメントで入れないともう無理だと思います、食事では、というようなことをやっていくことが必要なんだろうと思いますね。OK。 そしてねサラダ油がある人、ね、これも植物の油の無双ね、天ぷらとんかつやすもうね全然ダメだからね。でこんなにバターやチーズやラードやココヤシね、これ作り方確かに悪いですよ、チーズなんかね、いろんなチーズがありますから全部いいって言えませんけれども、でも飽和脂肪酸はそんなに酸化しないわけですから、これをたくさんお取りになる。それからこういう油ね、それからココナッツオイルの素晴らしさってね、これですよ。カプリル酸とかカプリン酸とかってこれ書いてありますから、これにねこれ脂肪酸で書いてありますから、このカプリン酸とかカプリン酸とかってこれね抗菌作用がある。だからインフルエンザ予防には僕はこれがいいと思いますよ。でニンニクだとかネギだとか一緒に使いながらこの油を入れる。それから抗ウイルス物質はラウリン酸です。そうするとね、インフルエンザ予防でウイルスの予防だったらラウリン酸入れればいいんだもん。これをね、もうちょっと高級でいきたい方はこっちこれいくらだろう、7000円そうだっけね。このウルトラ高級品をもったいないからこうつけてるんだよね。これをお飲みになった方がいいと思いますよ。だからね、このねナチレオという匂いを取ったねこの優れものね、これはね大いに使ってください。で僕は今だいたいこれがね一月僕だけでだいたい2本2袋使います。皆さんどれぐらい使うの。僕朝だけコーヒー入れるだけで2袋使います。朝コーヒーにドボって言ってバーって入荷して、それで飲んで、それが僕の今エネルギー源、ずっと朝からね、朝7時に飲んだりなのがずっと、あと食べてないわけですからね、これから夜まで食べませんから。はい、どうしたんですか。呆れたやつだみたいな。呆れてください。このオイルがエネルギーです。で、このオイルがエネルギーになるのはね、あのね、こういうことなんです。もうそう、ぜひ覚えててください。あのね、ちょっとね、あのね、その前にね、サラダ油っていうのは絞りたてのものを飲んでるわけじゃないじゃないですか。スーパーで売ってるものは絞りたてのものが腐らないようにちゃんと処置してるんですよね。それが大変なの。ヘキサンとかヘプトンとかって知ってますか。ガソリンとかベンジンの話です。そういうガソリンですよ、ガソリンの
飲むわけいかないと、そういうもので処理をして、そして原料を全部溶かして、そして加熱したり何だりして、そして永遠に腐らないような油があのボトルに入って、サラダ油とかごま油とか書いてあるんです。だから家にあったって腐らないでしょ。腐りませんよ。そしてね、問題は環境ホルモンダイオキシンは減る傾向にあるんですけど、あの油の中のこれです、性ステロイドホルモンが体の中でかく乱ホルモンになっているらしいんです。これが問題なんです。これが要するに草食系男子ってのはこのことですよ。もうね、もうサラダ油ごま油で家です、あのずっとその野菜炒めチャーハン卵焼き食べてた人はみんな草食系男子。それからこの後言いますけど、 EPA が足りないともうあのね女の子がね、油かいてね、タバコ変えてるような女の子っているじゃない。で、完全に EPA の欠乏だと思いますよ。魚の油の欠乏、ホルモンの転換できないんだと思う。もう完全に女性ホルモン失ったんだと思います、ということなんですね。だからこれね、もう犯罪ですよこれね。ですから外でお食事をするときでも、私たち見たくね、行きつけの中華屋さん決めとくと、自分が行くときはこれ持っていくの、持ってってこれで頼みますねわがままできるようになると、別にこれ持ってって100円でも200円でも余分に払ったって、安全なものを食べた方がよっぽどいいじゃないですか、じゃないですかと思います。はい。そしてね、このヒドロキシノネナールっていうこのよね、これですよ。サラダ油バン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 使って、電子レンジバン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 使って、そこに砂糖を入れて追い打ちをかけて、頭の中狂わしちゃってんだから。で、年を取って認知症ね、許せられないけど、でもね、子供をこれにしちゃまずいですよ。子供の発達障害だとかなんとかってね、もうね、本当ふざけんじゃないよっていう話だと思いますよ、ね、ですからどうぞこれね、お子様、あのね、このぐらいのものにね、高いなんて言わないこと、もうね、役に立たないもの安く、役に立たないものを安くいくら買ったって役に立たないんだから高いんです。それは役に立つものをね、ください。さあ、これダメだ、ダメだってことですよ。早く移してくださいサラダ油、天ぷら油、大変悪いです。キャノーラ、最悪です。マーガリン、ショートに、もうただの居候ですからということですね。さあ、こういうお勉強もまたできますか。そしてね、あの先にこれね、オメガの3アマニオインカインカインチオイルとかエゴマ油とか書いてありますけど、これがちょいと違うので、あのね、ちょっとだけ言いますよ。アルファニロレン酸っていうのが多いと、これあのオメガの3っていうんです。アマニ油やシソ油や野菜や何かのやつがこれね。ところがアマニ油を僕がおすすめしないのは、アマニ油の中のアルファニロレン酸がオクタデカテトラエン酸、エーコサテトラエン酸、エーコサペンタエン酸まで変わる酵素が白人の方にはあります。日本人にはほとんどないです。とないとアルファニロレン酸が EPA にならないから、 EPA になれば3グループのプロスタグランジンって炎症のバランスを整えるホルモンの原料にができるんです。で、僕は散々これを2年半ぐらい飲んだんですから、大真面目にジャブ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 と。で、自分の喘息よくならないんですから。そして丸本芳雄先生というあの栄養学の大学の先生と、あのアメリカのロサンゼルスで日系協会の人たちのためのコラボ講演会をやった時に、先生ね、僕はこんな状態っていっぱい文献を調べてくれて、酵素がなさそうですね、日本人には。だからいきなり魚の油、エーコサペンタイン酸、EPA を取った方がいいですよねって話になって、 EPA 入れ始めたらピタッと収まっちゃった。で、僕にとってはもう絶対真実なの、これが。だからどこのどの偉い先生が何て言おうと EPA
自律神経のためには皆さん油、魚の油です。だから魚を食べればいいんです。もっとね、サンマが取れなくなっちゃってるとかいろいろありますけど、もうこの間なんか生の桜がね、魚がねえんだからしょうがないからって缶詰いっぱい買ってきましたね。食べないよりもいいですから。ということは、魚の油ね。さあ、それでエネルギーの話に行きます。これはね、もう魚の油とオメガの6はこういう比率ですよ。もう何にでもこのオメガの6のリノール酸からトランス型脂肪酸めちゃめちゃ入ってますから、よく食べた青くものおまけになる前、もう毎朝食べに行きました。これバカでしたねさあ、そういうことです。だから認知症にならない決意をまずしていただいて、そしてなるべく油でエネルギーを変えるようにして、そして体の錆を止めるように野菜をいっぱい食べるようにしてということですね。はい、ではね、この後ちょっと製品のことをね、うちの小松くんから話をしてもらいますね。もう何回も聞いてると思いますけど、新しい発見をしてください。お直しください。はい、じゃあ YouTube ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。